35歳からのビミシムレッスン TV オンライン、オートキャドマスターへの道。ビミシムレッスン TV オンラインは、こちらの YouTube チャンネルで、オートディスク社製品のオートキャドとレビットを中心に、便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などを動画でお届けしています。おかげさまでたくさんの皆様にチャンネル登録いただいております。ありがとうございます。ビミシムを使いこなすことに的を絞ると称してお話をしてございます。このようなご質問をいただきました。レイアウト空間で距離計算をした場合、実際の値と異なるんだけれどもというところですね。回答です。レイアウトのですね、ペーパー空間で作業している時の距離は通常のペーパー空間の単位で表されます。ですからちっちゃい単位ですね。また、しかしながら単一のビューポートの中に表示されるモデル空間のオブジェクトに対してリストコマンドですね、距離を測るコマンドですが、そちらでスナップとともに測った距離は 2D モデルの空間の単位で示されるというところになっています。なので、距離というところですね、単純にそこで見えているものの距離なのか、中のオブジェクトの距離なのかというところも違っている場合が出てくるというところ、また原点もですね、必ずしもそこの端がですね、0,0,0ではないというところも補足しておきます。ビミシムレッスン TV オンラインの問い合わせは LINE でお受けしています。いかがでしたでしょうか。本日のビミシムレッスン TV オンラインはここまでとさせていただきます。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。